スルーパスに抜け出してザナーク。ザナークがここから狙う。イエー、ザナークヒールだ。スルフィー。8月に行われた親善試合、稲妻イルブン代表に0対8の惨敗を喫したイーテル代表。カオスワールドカップベスト16の偉業からわずか2ヶ月、歓喜と希望に沸いていた国民を一気に失望させるとともに、チームの現在地を突きつけられた試合となった。With a few hands out, there was a song in the world. There were much more rich thoughts. この大敗には国内外のメディアから批判の声が続出、痛烈な批判にさらされた。キッズカップ2025のホスト国となっている E2 代表、このままでは本大会で悪夢を見ることになる。苦境に立たされたチームが出した結論はワールドツアーの決行。リアル界強豪国との試合を経験することで、本大会までに最速の方法でチームを強化する方針を打ち出した。なんとか解任は免れたワクワク監督、今後イーテル代表が目指すサッカーについて、守備的では世界の舞台では戦えないことを痛感した。我々のような弱小国が目指さなければいけないのは圧倒的な攻撃サッカー。2点取られたら3点、3点取られたら4点取るサッカーこそが至高と力強く宣言。全てのイーテル国民の夢、キッズカップでのタイトル獲得を目指し、新生イーテル代表がここから始まる。イーテル代表ワールドツアー第一戦、舞台はヨハン・クライフ・アルナ。ロッベンら黄金世代が去るも、2022年のワールドカップ、2024年のユーロでは共にベスト4、再び強豪の位置に戻ってきたオランダ代表と対戦。イナイレ戦から抜本的な改革を迫られたイーテル代表、今年65周年を迎えた同国の代表的番組お母さんと一緒から、かつて子供たちのヒーローだったスプー、そして現在12代目を迎えた歌のお兄さんの招集に成功。さらに一部界隈からカルト的な人気を誇るタローマンが参戦。その他ゼンマイ侍など多くの助っ人が加わりました。とにかく攻め続ける、圧倒的な攻撃サッカーを打ち出したイーテル代表。まず先陣を切ったのは平安のアルダ・ギュレル。左サイドに入ったオジャルマルがドリブル開始。フレンキー・デヨングのファールを誘ってセットプレーを獲得。キッカーはオフロスキー。センターバックタローマンが豪快なバイシクルを放ち、この試合最初のシュートを記録します。オジャルマルのプレーで好感触を得たイーテル代表、今度は右サイドからの攻撃。スプーのポストプレーを受けたガリゾーが切り込むと、ナタンガケに倒されファールを獲得。またしてもセットプレーのチャンスにキッカーはオフロスキー。こぼれ球を拾ったのはタローマン。先ほどに続いてアグレッシブな攻撃を見せますが、シュートは枠外。しかしイーテルの攻撃スタイルが序盤のゲームを盛り上げます。ここまではやや傍観気味だったオランダ代表、31分、クリアボールを拾ったところからチャンスを作ります。左サイドのガクポ、最初のチャンスを仕留め切り、先制はオランダ代表。ベグホルストの強烈なシュートはタローマンをかすめ、花かっぱの守るゴールを突き破っていきました。ビハインドを背負ったイーテル代表、ここでワクワク監督が動きます。テレビのジョンに変えて切り札歌のお兄さんを投入。さらにオフロスキーをボランチへ回し、オジャルマルとガリゾーのサイドを入れ替える大胆な采配。するとその直後でした。ワクワク采配がズバリ的中。右サイドに移ったことで得意のカットインが生きたオジャルマルのゴールで同点。
ラインデルスのチェックをキックフェイントで外し、コースを狙った技巧的なフィニッシュ。失点しても自分たちのスタイルを貫いて振り出しに戻し、前半を折り返します。エンドが変わった後半、先に仕掛けたのはイーテル代表。ピタのクロスに反応した12代目歌のお兄さんが流し込み、イーテル代表が逆転。完璧なトラップからのフィニッシュにスタジアムは騒然。オランダ代表デリフト、クリアを試みましたが、歌のお兄さんのスピードがわずかに上回り、ゴールにつながりました。逆転を許したオランダ代表、しかしここから見違えるように選手たちの意識が変わっていきます。フラーフェンベルグのクロスにベグホルスト、今度はフレンキー・デヨングのクロスにベグホルスト。イーテルは選手交代から試合をクローズする準備にかかりますが、流れはオランダ代表に。クリアボールを拾ってつなぐと、ボールはフラーフェンブルフのもとへ。最後シュートまで持っていきますが、イーテル守護神アナカップがファインセーブ。その直後のコーナーキック、ペナルティエリア外からナタン明けのシュート、さらにこぼれ球をベグホルスト。ギアを上げたオランダの攻撃に対応が遅れるイーテル代表、スプーにボールを集めますが、ワン代表を奪ってここからカウンターチャンス。スルーパスから最後はベグホルスト。86分にはコーナーキックのこぼれ球をつなぎ、またしてもベグホルスト。しかしゴールが遠いオランダ代表、完全にゲームの主導権を奪い返しますが、イーテル代表1点リードのまま後半アディショナルタイムへ。自陣でボールを奪い、この試合何度も決定機を無駄にしてきたベグホルストへ。リバプールのコーディー学校、アディショナルタイムにスーペルゴラスをぶち込み、土壇場で追いついたオランダ代表。ヨハン・クライフ・アレナの激闘は2対2でゲームセット。ポケモン代表に続くカオス界の勝利は逃したイーテル代表、リアル界の強豪をあと一歩まで追い詰め、それまで批判していたメディアから手のひら返しで称賛を受けました。カオス界のジャズ、ジャンプさん、イーテル代表勝利まであと一歩でしたね。そうですね、惜しかったですね。逃げ切れるかと思ったんですけど、まあ、最後はオランダが異常を見せてきましたね。そんなイーテル代表、実況の方もおっしゃってましたが、屈辱の稲妻イルヴェン戦から見事に立ち直ったように見えました。オランダ代表と交渉ブレインズポイント、どこだったでしょうか。こちらです。ワクワク監督とチームの成長、的確な采配。カウンターから失点してしまうんですけど、すぐに攻撃の選手を呼んで、選手のポジションも入れ替えて対応した結果追いつくことができた。これが大きかったですね。インテルオランダにワンチャンスが決められて先制許すんですけど、ワクワク監督の大胆采配。まずはすぐにフォワード選手を呼んだことは、ウタのお兄さん、まだ前半の30分そこらで変えるっていうのはね、いろんな意見があると思うんですけど、そして交代選手は、私も帰るならテレビのジョンかノージーかと思ってました。どちらもパフォーマンス悪くなかったですけど、30分の出来で言ったらノージーの方がやや良かったので、ジョンを下げて、そしてポジションチェンジ、オブロスキーボランチにしてガリゾーとオジャルのサイド入れ替えて、特にオジャル左サイドから右サイドになって得意のカットインができるようになりましたね。ここもボールをもらう動き良かった。あとは得意の形にして、オランダの守備が怠慢だったのもあるけどね。はい、そして後半、歌のお兄さんの逆転ゴールへつながるわけですけど、
このゴールでかかったですね。ピタの攻撃参加は E テルの攻撃オプションっていうのがね、はっきり統一されてるんだと思いましたね。チャンスとこれの押し上げ、歌のお兄さんのトラップからシュートまで一連の流れも完璧でしたね。デリフトはクリアを試みましたが失敗しました。オジャルのゴールもね、ラインデルスの怠慢な守備でしたけど、これも同じ。デリフト何やってんの、舐めてるでしょイーテレは。しかしこっからオランダ猛攻が始まります。 K1 レグホルスはイーテルタンクチャンスを作りました。イーテルゴールを何度も襲ってきましたね。同点になってようやく本気出した感ありましたね、オランダ。特にリバプールコンビ、ガクコとフラフェンベルフは明らかに気合入れてきたっていう感じでしたね。それに対してイーテルはサボさんとタローマン、あとはオフロスキー。オフロスキーはスーパーですね。戦況を判断して最終ラインに落ちながら局面で数的不利にならないようにうまく立ち回ってました。全体的にイナイレ戦の教訓は生きていましたね。あとはオランダの9番の決定力に助けられた。外しすぎでしょこれ。メグホルスはカタールワールドカップへの出入りの選手です。ここにも決めてました、アルゼンチン戦とはで。そうなんですか、ごめんなさいね、勉強不足で。スーパーサブとして途中から起用されて、そこから結果を残すことが多いようです。一時期はマンチェスターイヤーヘッドを4プレイしましたね。そうなんですね。なんかでも今日は外しすぎてたから印象良くないね。ちょっと前のソメオカみたいね。最終的にガクポのゴールで追いついたんですけど、90分通してイーテルのやりたいことがイナイレ戦より明確になってましたね。あの惨敗からよく立ち直りましたね。あとは2トップ攻撃サッカーを打ち出せるのはやっぱこっちの方がいいですね。スプーと歌のお兄さんの関係性も試合を重ねることにどんどん良くなるんじゃないかと思いました。はい、オランダ代表は立派で追いついました。先日ポケモンがイタリアを破ってカオス界初勝利を挙げましたが、イーテルも勝っていればフレンズ快挙でしたね。そうですね、ただオランダが本気を出してたかどうかはね、疑問ですね。やっぱり親善試合では大会でぶつかんないとそういうゲームにはなんないのかと思いました。2対1になってから見せてきたパフォーマンスはね、本気だったかもしれませんけど、何はともあれイーテルの今後楽しみですね。イーテルワールドツアーは本大会開幕の2月下旬までまだまだ続きます。現在組まれている予定では今月末にベルギー、来月にはメキシコと対戦するスケジュールが組まれていますので、イーテルサポーターの方はぜひお見逃しなく。続いてオーダーしましたキッズ合併戦です。グループ A から H まで全ての組で第一節が行われました。キッズ合併戦グループ A、 共にカオスワールドカップ出場の打者スーパー戦隊キノコ王国が対戦。ホームとアウェイで戦術やメンバー監督までも変わる異色のチームスーパー戦隊。序盤からハイプレスを仕掛け、高い位置でボールを奪ってチャンスを量産していきます。真剣レッドのゴーダスから縦横無尽にフィールドを駆け回る縦横イーグル、ハンマーブロスの1対1を制して折り返し、最後は暴れキラー。あっさり先制したスーパー戦隊、赤いユニフォームが全く似合わない男暴れキラーの技法的なシュートでブンブンを破り、待望のリードを奪います。勢いのあるスーパー戦隊はピッチを縦横無尽に駆け回る縦横イーグルが独走。そのままシュート、いや意外と冷静、最後は暴れキラー。緩急をつけた中央イーグルのプレーからチャンスを迎えますが、ここはキノコ国守護神ブンブンがファインセーブ。さらにシュシュット参上手裏剣者、シュシュットオーバーラップ、でもこちらも意外と冷静、裏に戻してつないで豪快レッド。キノコ国を押し込み続けるスーパー戦隊、華麗な連携から何度もゴールに迫りますが、なかなか追加点を挙げることはできません。防戦一方のキノコ王国は前半終了間際にようやくチャンス、ボム兵のスルーパスからこのチームのエースパックンフラワー、初シュートが決定的なチャンスになりましたが、ハリケーンブルーがシュートブロック。初攻のコーナーキックからはボム兵のヘッド、連続チャンスも同点に追いつくには至らず、前半は戦隊リードで折り返します。後半もゲームを支配したのはスーパー戦隊、真剣レッド、ヘイホーのタックルを振り切ってラストパス、最後は豪快レッド。さらに相手間で絶妙にパスをつないで、途中出場のガオシルバー、68分には豪快なプレーを見せてきた豪快レッド、
引き抜く黄金のディフェンスを次々に外してシュート。来シーズンのカリューパイレス入団が内定している豪快レッド、シュートまでの流れは完璧でしたが、フィニッシュの精度を欠いてしまいます。圧倒するスーパー戦隊は84分、またしても豪快レッドに決定機。今度は決められるかというシーンでしたが、ブンブンがファインセーブ。そしてここからキノコ王国のカウンター攻撃、いつの間にかピッチに入ったスーパースターから、そしてこちらもいつの間にかピッチに入ったプクプクへ。左サイドから絶妙なクロス、ゴールに向かう難しいボールでしたが、スーパー戦隊守護神激レッドが間一髪で駆け足ファインセーブ。さらに後半アディショナルタイム、キノコ王国は右サイドバック、キノピオのクロスにパックフラバー、ドンピシャで捉えますがキーパーの正面。そして直後にタイムアップのホイッスル、圧倒的に攻めながらも1点にとどまったスーパー戦隊、暴れキラーのゴールが決勝点となり勝ち点3のスタート。対するキノコ王国は内容でも完敗を喫し黒星発進、次回はホームで妖怪ウォッチと対戦します。グループ A 高い上では妖怪ウォッチがムーミン台に3対0で快勝、ベイブレード代表はハガネギンガの2ゴールで絵本代表を下しています。グループ B ではカオスワールドカップに続くメジャートーナメント進出を目論む仮面ライダーが登場。レゴ共和国の本拠地に乗り込んだ開幕戦、カオスワールドカップキッズ地区予選、8月に行われたディズニーワールドチャレンジでも優勝を果たした仮面ライダー代表。まず仕掛けたのは切り込み隊長エグゼイド、相当エキサイトしながらドリブル開始、自身から一人で持ち込みシュート。いきなり会場を沸かせますが、これはレゴ代表ポリスマンがブロック。25分にはレゴ代表のビルドアップを猛烈なハイプレスで奪ってショートカウンター、ダブルのクロスにカブト、こぼれ球にエグゼイド、決定形者がレゴ代表守護神ジュレゴ・セーザンがビッグセーブでピンチを救います。しかし完全にゲームを支配する仮面ライダー、エキサイターエグゼイドのサイドチェンジから仮面ライダーダブル、浮かせたボールに最後はカブト。ついに均衡を破れた開幕戦、エースカブトの一撃で先制、耐えていたレゴ共和国はついに失点。すると前半終了間際、仮面ライダーにセットプレーのチャンス、メッシュナイトのボールからダブル、一気に畳みかける仮面ライダー、こぼれ球処理を得意とするダブルのゴールで追加点、リードを広げていきます。ワンサイドゲームを展開する仮面ライダーの勢いは後半も、電王エグゼイドナイトに渡して最後はカブト、ディフェンスを全く寄せつけない強さで前線に君臨。レゴディフェンスはすぐにカブトのマークを強めますが、もう一人のストライカーが躍動します。後ろからのボールをものすごいトラップで収めて反転、見事な一連の動きでゴールを奪ったのは仮面ライダークーガ。カブトクーガ甲虫揃い踏みのアベックゴールで3ゴールリード。何もさせてもらえないレゴ共和国、ゴール前へのパスやクロスがことごとくクリアされるなど衝撃のシュートゼロに抑え込まれ、結局何もできないまま完敗。圧倒的な強さを見せた仮面ライダー代表、キッズカップ本大会でも優勝候補に挙げられるチームが最高のスタートを切りました。グループ B 他会場、プリキュアはセサミストリートのシーソーゲームを制し開幕白星発進、動物の森は試合終了間際のゴールで弾丸論破を破り、こちらも勝利でスタートしています。はい、まずグループ A と B の試合をご覧いただきました。チャンピオンさん、気になったチームありましたか？仮面ライダーでしょうね、安定感がすごい、もうほんとレゴに何もさせなかった、完璧なゲームでした。前の圧力がすごいですよね。ディズニーワールドチャレンジの時とかもね、そうでしたけどね、後ろからね、どんどん選手湧き上がってくるんですよね。この圧力、プレッシャーの変え方が本当にうまい、行くとこ行かないとこの線引きがしっかりしますね。カブとクーガのツートップだけの破壊力あんのに、ダブルや電王エグゼイド、みんな絶好調ですかね。ちょっとこのグループではね、レベル違うなと思いましたね。全勝もできるんじゃないですか。そしてグループ C では、先日このチャンネルでもお伝えしたチャレンジショット、カオスワールドカップの勢いを見せられず、隠したブーダンドリンクと引き上げました。
まあ、ちょっと驚きましたけどね、チャレンジョとはもともと守備に難があるチームだったんで、そこもフードアンドドリンクに狙われましたね。まあ、シスコだったりペプシマンだったり相手もね、いい選手いましたけど、まだまだ1試合ですから、チャレンジョとサポーターの方もね、そこまで気にしなくていいと思いますよ。そうですか。まあ、あれだけカオスワールドカップで活躍して島次郎へのマークはね、強くなっていましたけど、その中きれい島次郎はさすがでしたね。そうですね、これミミリンコビッチサビチからの一発でね、まあ、他にもねシュートシーンはあったんでね、まあ、得点力というのはねやっぱりこのグループでも通用すると思いますからね。あとは守備がもうちょっと良くなれば間違いなくキッズカップ予選は突破できると思いますね。続いてはその場所をどうぞ。ジブリ対サンリオ、巨大戦力を持つ同士がキッズカップ予選で激突。カオスワールドカップベスト16のジブリ代表は伝統のトトロ3センターバックが復活。対するサンリオ代表は史上最強とも呼び声高いメンバーが集結。チームの象徴ハローキティ誕生から50周年、メモリアルイヤーに予選突破へ強豪ジブリに勝利を狙います。序盤は自力で勝るジブリ代表が支配。ハウルのスルーパスから最後は猫の恩返しバロン。タクシードサムとポンポンプリンの間から割って入りますが、このシュートは枠外。リズムよく攻めるジブリは33分、アシタカのスルーパスに抜け出したナウシカ。折り返しにポルコロストが合わせるとボールが吸い込まれゴール。あっさりとジブリ代表が先制。しかし実はこれサンリオディフェンダータクシードサムに当たってのオウンゴール。不運な形で失点した責任を取り、タクシードサムは自ら交代を要求。モップとの交代でピッチを去ります。同点を目指すサンリオ代表はシナモロールからチョコキャットの鋭いクロス。相手のクリアボールをサンリオのクライフクロミちゃんがダイレクトシュート。そして前半終了間際にはシナモロールとショートトーロのマッチアップから小競り合いが発生。これには同主審が仲裁に入って事態を収束。両者は落ち着きを取り戻しジブリ代表1点リードで前半を折り返します。ビハインドを背負ったサンリオ代表はここでチームの顔とも呼べるハローキティを下げバッドバツマルを投入。反撃体制を整えると50分、マイメロディのパスからディア・ダニエルのシュート。ハローキティの分まで頑張りたいとトトロ3の間でうまく受けたのシュートでしたが、ジブリ守護神ロボット兵がファインセーブ。さらに攻め続けるサンリオ代表、シナモロールが左サイドで受けるとこの位置からクロス、最後はバツマル。自分より大きいトトロ相手に勇敢なバイシクルシュートを放ちますが惜しくもゴールの枠外。受け身の展開続くジブリは動きの悪かったトトロを下げパズーと顔なしを投入。すると入ったばかりのパズーが一人剥がしてドリブル開始。ナウシカ、ポルコロストとつないで最後はハウル。ジブリ追加点とも言うべ決定機でしたが、サンリオ守護神ハンギョドンがファインセーブ。しかしこのプレーで勢いを取り戻したジブリ代表、ナウシカのドリブルからハウルのシュート。ボンボンプリンをプルアウェイの動きで剥がしてチャンスを迎えますが、シュートはわずかに外。終盤に入るとジブリはここで選手交代。この試合が A 代表デビューとあるアンダー17ジブリ代表ソウスケを投入。87分にはその入ったばかりのソウスケがキープし、2列目で待っていたバロンがシュート。1点差のままゲーム終盤、サンリオ代表はチョコキャットのスルーパスからバツマルが抜け出し決定機。しかしここで立ちはだかったのは途中出場の顔なし。自らに課せられたタスクを理解し、このチャンスを潰して試合終了のホイッスル。苦戦しながらも最後まで試合巧者ぶりを見せたジブリ代表が宇野ゼロでサンリオ代表を下し、キッズカップ予選白星発進を飾りました。第2節ではトミカ代表対戦、惜しくも敗れたサンリオ代表はスプラトゥーン代表と対戦します。グループ E からはホグワーツスタディオンより、首位通過大本命のホグワーツ代表はここ数ヶ月一気に台頭してきた新興勢力ゆるキャラマスコットミア代表対戦。カオスワールドカップでは稲妻イレブンと接戦を演じるなどダークホースとしての活躍が見込まれるホグワーツ代表に対し、失うものは何もないという姿勢で仕掛けるゆるキャラ代表。エースニャンマゲのクロスからヒコニャンが潰れ、最後はチーバ君。ホグワーツディフェンス相手にひるまずシュートまで持っていくと、前半18分、コバトンからコンタック、オーバーラップして最後はボックス内で受けたニャンマゲがシュート。なんと先制はゆるキャラ代表、栃木県日光江戸村のストライカーニャンマゲが鮮やかに仕留め、ホグワーツ相手に先制。俺のマゲ生かしてるだろうと観客はおりますが、
その直後、ホグワーツ最強のキックオフでした。ディメンターのロングパスからベラトリックス・レストレンジ。すぐに追いついたホグワーツ、ゆるキャラディフェンダーセント君がハイボール処理を誤り、そこを見逃さなかったレストレンジのゴールで同点。ゲームを振り出しに戻し、1対1で前半を折り返します。格上のホグワーツ相手にもガンガン攻め続け、自分たちのサッカーを展開するゆるキャライレブン。クリアボールをフナッシーがダイレクトボレー。必殺ナシジルキャノンでゴールを狙いますが、惜しくも枠外。60分を過ぎると両チーム選手交代。次の1点をめぐる激しい攻防。ゆるキャラ代表はゴールキーパーのクマモをフォワードの位置に上げ、迎えた72分、ポンタからニャン曲げ、トラップで1人剥がし、ラストパスからクマモンのシュートだもん。ゆるキャラ二刀流クマモンのゴールで再び勝ち越したゆるキャラ代表。思い切りのいいトラップ、そして思い切りよく打ったシュートがホグワーツ守護神ハグリッドを破りました。またしても追いかける展開となったホグワーツ。セブルス・スネイプからベラトリックス・レストレンジ。これはクマモンに代わってゴールを守るタワーオブ東京がファインセーブ。さらにハーマイオニーのコーナーキックからマンドレイクを経由してスネイプ先生。怒涛の反撃を見せるホグワーツ代表、またしてもスネイプのパスからベラトリックス・レストレンジ。うまく反転して決定機まで持っていきましたが、惜しくもシュートはポスト。その後もチャンスを作るホグワーツに対し、ゆるキャラ代表は全員がハードワーク。最後まで体を張り、魔法界最高戦力相手に得点を許しません。試合は1点差を守り切ったゆるキャラ代表がホグワーツ代表を破るジャイアントキング。初戦から波乱を巻き起こし、このグループの大本命からアウェイで勝ち点差を奪い切りました。キッズカップ予選第1節を終えて各組の順位表です。グループ A は大本命、妖怪ウォッチとスーパー戦隊が共に勝利。次節は多くのカオスリーガーを擁するキノコ王国と妖怪ウォッチが直接対決を迎えます。快勝の仮面ライダーがグループ B で首位スタート。次回はアウェイで弾丸論破対戦。共に勝利したプリキュアと動物を森というカードも組まれています。グループ C はチーカーを2対0で下したブルーロックが首位発進。次節の相手はフード&ドリンクに引き分けたチャレンジ諸島。カオスワールドカップ名勝負のリベンジマッチが早くも実現しました。アイドル代表を完封したウルトラ怪獣がグループ D 首位発進。他の2試合は共にスコアレスローに終わっています。規格外のスケールを見せた蘇道と次節はウルトラ怪獣をホームに迎えます。第1節最大の番狂わせとなったホグワーツを下したゆるキャラマスコットミナが首位発進。野原しんのすけをするクレヨンしんちゃんはエーペックスとドロー。ゲゲゲの鬼太郎とタツノコプロの一戦はガッチャマンのゴールでタツノコプロが勝利を抑えました。一足先に開幕したグループ F、 ドラミの2ゴールで SNS を下したドラえもんが首位。第2節は異色のチーム野球代表と対戦します。グループ G で首位に躍り出たのはプレステ代表。トミカ代表を4対1で下しての大勝。共にうのずれで勝利したジブリとスプラトゥーンが続いています。最後はグループ H、大本命スマブラはフォートナイトに苦戦しながら3対1で勝利。ピクサーはウッディの PK で隅っこ暮らしに新勝。マインクラフトとガンダムの一戦はスコアレスドローに終わっています。第1節を終えての順位表をご覧いただきました。ジョンピョンさん、第2節で注目したいチームありましたか？ゆるキャラは意外でしたね。まさかホグワーツに勝つとはね。キーパーがフォワードになったり選手のポジションがよく変わる変なチームですけど、掴みどころのなさが魅力かもしれないですね。ニャンマゲとかクマモンもこれいい選手ですね。そんなゆるキャラが一応現在率いているのがハビエル・ピオ監督です。チャンピオンさんはご存知ですね。いやそうですね、もう彼は、まあ、体の付けは長いですからね、まあ、去年ボールユナイテッドで監督やってくれて、まあ、惜しくもね降格になっちゃいましたけれども、まあ、元々少ない資金とかそんなにいい選手がいなくてもうまくねみんなまとめていいチームにするのが彼の監督の特徴ですかね。まあ、このゆるキャラもねカオスリーガー少ないですけどうまくまとめて、まあ、攻守にメリハリのあるチームを作ってるなと思いますね。まさかホグワーツに勝つとは思わなかったですけど。さあこの後すぐにキッズカップ予選を第2節が行われます。
まだまだ始まったばかりですが、ファーストリーグチャンネルでも、チームこの試合はいろんなバージョンでお送りしていきますので、ぜひともよろしくお願いします。さっきも言ったけど、まだ1試合だから1試合じゃねえ、なんもわかんないですからね。まあ、これからどんどんキズカップ盛り上がってきてますからね。引き続き私も解説とかで協力させていただきたいと思いますよ。それでは今回はこの辺で、また次回もお楽しみに。